志望校どうするかだよね。でもいいの本当、じゃあ早稲田そこ食べないです。全くやってないんだ。英語はどの程度まで進んだ。どうぞ始まりましょう、もちチャンネル。さあ今回ですね、YouTuber になった中山蓮人さんにおいでいただきました。よろしくお願いします、はい。ね、サブチャンネルの方では生活費なんとかしなきゃっていう話をしたんですけども、はい、これからは勉強面ですね、そちらも大事になってきますんで、まあ衝撃のね発言がサブチャンネルの方にあって、4月7日まで治験のバイトがあると、はい、ぶっ飛んでんな相変わらずぶっ飛んでんな、そんなバイトすんのかっていうねことなんですが、まあしょうがない。でその間も勉強しなきゃいけないの で、やはりその参考書だったりなんだりとかですね、決めていかなきゃいけないんですけど、まずですね志望校をどうするかだよね、はい、あの場でいきなりなぜ早稲田と言ったのか俺理解できなかったんだけど、いやーちょっといろんな意見があるから、うん、また青学帰るとか言われちゃうのも、うん、まあそれを言われたから帰るのもなんですけど、うん、すごい支えてくださる方々がいっぱいいるので、うん、せっかくなら第一志望を、1浪目の時の第一志望に受験してみようかな。あのなんか東大王とか言ってたのはどうなの？あれは結局共通テストまでは本気でやってたんですけど、うん、取れなくて、うん、結局そこから2次の変更に切り替えました。いやいやもうすごい、東大から青学っていうのもだいぶすごいけどどういうことなんだって思うんですが、まあだからエース国語でやってくるんだよね。でそれだとだ経済とかそういう系統しか受けられないでしょ。そうですね、だって政治経済と商学部、うん、数学で受ける商学部の方をまた受けさせていただきましてって言うと書かれるから日本語おかしいって言って、でもそのサイバーファンディング出てきた人たちみんななんか受けさせていただきましてって言うよね。誰を謝ってんだよと思いながらじゃあそれでやっていくとして、じゃあ青学受けるんだったら経済と経営、経済と経営で早稲田受けるんだったら政治経済と政経と商学、商、慶応は考えないの？慶応そうですね、ちょっと調べたことがなかったんで。ああそうか、まあ一応経営とかね経商とか使えますから数学、はい、なのでそういう選択肢もありますね。政経総合問題だからね今ね、英語と国語が合体して すごい不思議な問題なんで何とも言えないんですが、まあ、難しいんですが、はい、それぞれじゃあどうやってやっていくか。でもいいの本当、じゃあ早稲田そこいいのとは政経でいいの？あ政経で、はい、うん、なんかあれですか、僕のイメージとはまた違う感じ。いや全然それはないから、イメージとかは別に大学イメージと違うねだったら青学自体全然違うそこは全然別に好きな大学を目指せばいいと思うけど、まあ勉強の方を聞いていきたいと思います、はいはい、英語はどの程度まで進んだんですか結局？あ、うん、英単語をまあ一応欠かさずやっていまして、うん、それプラスちょっと長文の方の問題集があるんで、うん、1題ずつ解いて、ちょっとあのバイト今入れちゃってるんで、うん、それも金もあって時間が取れなくてその分量になってしまった、うん、なるほどね。いやだから文法とかできんの？文法は去年全く対策やってなかったんで、去年そうな出ないんで、あそういう理由でね、やってなかったですね。いやでも文法できないと全然話にならないんで、あそういうことか。じゃあそれを入れてもらいますねまず、はい、じゃあ文法の基礎を入れてもらうんで、はい、どこからやろうかな。だからネクスト系とかやったことあるの？あやってます。やってます。やってんの今？あいや今やってました、うん、それはやってきた？もうちゃんとやりきったとか全然やらずにみたいな？あいややりきってましたね。一浪目の時にネクステを買いまして、うん、新しく、うんうん、でその時にまあ一応3、4週は3、4週してたのに全然できてないんだね英語そうね、忘れちゃってますね、うん、抜けてますね。なるほどね。英文解釈とかの勉強した？あ解釈は英文解釈70、うん、ああ入門だね。入門のやつです、はい、あれがいいっていうのがあったんで、うん、それを一応去年やらせていただきましたね。やりましたやって、はい、あとポレポレも。おポレポレは一浪目の時からずっとやってたんで。へえ。なのにあんなにできないの共通テスト不思議だな。それちゃんとやってんのか。まあだから解釈70とかその知見に行くときね、はい、単語ターゲット1900と一応ネクステ持ってってもらうか。じゃあ、はい、ネクステとその解釈で、はい、まだ長文1個ずつやってるって。どのレベルの長文やってんの？その問題集があったんですよ、うん、その500とか。ああやっておきたい英語長文。英語長文なんか500字ぐらいの、うん、多分、うん、それでそあのマーチレベルのに、うん、これの500じゃない？あそうですね。やっておきたい英語長文の、ね、これは今ちょっとずつやってます。
だからその解釈のレベルが本当にできているかどうかをまずちょっと確認しなきゃいけないんで、はい、そこをやってください、はい、なんか文法わかんないとかあったらいつでも言ってくれればそれ聞くんで、はいはい、じゃあ英語はそんな感じだね。じゃあ国語は何やってる？現代文とか。国語は全くやってないですよ。全くやってないんだ。いわゆる言葉は力だことちかとか全然知らん。やってないですね。あの現代文キーワードとか。現代文キーワード読解とかは。やってない。そうだ。じゃあまあこれのどっちかをやらないとね。で、え、共通テスト国語はどうだった？国語は200点満点で100ちょっとで、うん、で評論が45とかで、うん、漢文も多分そのぐらい解いたんですけど、うん、古文と小説が全くもう本当に解けたとかのレベルだった、うん、なるほどね。共通テストの古文自体はむずいんで取れなかったです。じゃあちょっと現代文のことちかキーワードどっちだったか。ことちかだよ。そう、坂上さんは言葉は力だからやったから、はい、これからやったんで言葉は力だをやっでもらえば OK で、じゃあ古文だな。古文は古文単語は持っていて、うん、あとどれなんてやつ、あ、なんだっけ、いろはにこてん、いろはにこてんと、うん、あと山古文の山の山、あ、山の山ね、はいはいはい、あ、うん、ですね。古文はそれを一応やって、うん、あと、うん、学校で配られたちょっと名前わかんないですけど、うん、その古文の文法だったりが記載されてるやつを読んで、うん、一応勉強法としては、うん、もう実践問題を 解きながら、うん、間違ってるところをこう見直してみたいなのをやってました、うん、単語文法を入れてもらわないとな。早稲田漢文出んのか。いや、まあ、でも漢文は後回しでいいや。とりあえずその原文の単語と古文の単語文法、はい、そこを入れてもらうって感じでやっていこうかな、はい、まあ、その知見のとこ横でこう3個ポンと置いてそれでやっていく、まあ、読解よりもまずその基礎を最初にやりましょう。はい。で、数学は何やってるの？去年は黄色チャートやってました。ああ、チャートね、うん、現役の時にフォーカスゴールドをやったんですけど、ね、浪人の時に早稲田を目指すなら赤チャートがいいって言われて、うん、一浪目の時に、まあ、東大も目指すとかっていうのもあって赤チャートを解いてて、で、二浪目の時によくこう調べてみたら青チャートがいい書いてあったんですけど黄色チャートでも間に合うみたいな、だから、まあ、基礎も抜けてると思ってたんで、うん、黄色チャートで基礎を入れてた感じです、ね、なるほどなるほど、うん、え、基礎問題成功とかやってないんだ、ね、じゃあ基礎問題成功はやってないですね、うん、なるほどね。そういうのでやって黄色で全然いけた、どうなんて思うんだよ。本番数学ですよね、うん、まあ協定はちょっとねあれだけど青学の数学もちょっと今回難しかった。ああそうなんだ、全然って感じが、はい、まあ、武田で言うとね基礎問題成功なんで。なるほどね。いわゆる数 2B までやるわけだもんね。数 2B、 それで同じような感じでやってました。うん、じゃあまあとりあえずやってもらって、あとは鈴木貫太郎家行くか。本気ですか。寿司食えるし。そうなんですか。じゃあそれでやりましょう。 OK です、はい、じゃあそういう風にしてやっていきますんで、鈴木貫太郎さんにチェックされるんだと思いながらちゃんと勉強していかないといけないわけです。緊張します、ね、まあなんか基礎のものをその病棟には病棟って持ってってもらえればと思うんで、はい、はい、あとは参考書を買ったやつを請求すればいいから、はい、なんで OK です。じゃあそういう感じでやっていくか、とりあえずで、まあ、まあまずは積み上げだと思うので、じゃあぜひですね皆さんもこれやれよ、これやった方がいいよっていうのがですねあったら教えてください、はい、うん、早稲田のレベルまで行くそうです。なんで、まあ、特に数学わかんないんで、まあ、あとはね平さんもちょうどっていうのも変だな平さんにもねいろいろ聞いて、はい、そう早稲田、あ、そう、もともとだって早稲田合格塾行くみたいなこと言ってた言ってました。そこで聞いたりもできるとは思うんで、アドバイスは求められると思いますんで、はい、はい、OK です。そういう感じでやっていきましょう。はい、あ、 YouTube チャンネル始めたんだ。それ宣伝しなきゃ、ほら。あ、はい、この度 YouTube を開設したので登録の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録と、どんなことをやっていくんですか？主にライブ配信で勉強風景を配信していく予定なのでよろしくお願いいたします。なので勉強して、まあ時々休憩時間に答えてやってあげてください。質問とかね、こうなんかけなしてるコメントとかあると思うんですけどもそれに、ね、何でも募集します。はい。
はい、あとはあのモデレーターを誰かねやってもらわないと。あ、そうです。あの多分もうとんでもないチャット欄になっちゃうと思うので、それを管理してくれる人ですね管理してあげてください、はい、え、3度目の受験、3度目です、ね、4度目の受験長いな。なんか子供をなんとかとかと来るけど、子供じゃないからね坂上さんもレントも酒飲むし普通二十歳超えてから二人とも、はい、そうなんですよ、ね、この間もね坂上さん飲み会行ってたし、サークルの飲み会つついいですね、はい、なんで、はい、そこなんでぜひぜひ応援してあげてください、はい、概要欄に貼っておきますのでぜひ登録してあげてください。はい、で、ここは中村さんにおいでいただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.